じゃあ早速行きましょうか。ゆうたさん。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。聞けるかな？はい。じゃあいつものようにちょっと画面を出しつつ。お。はい。画面出しつつ。再生します。はい。イエーイ。シーサイドブルー。はい。ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいですね。これ越しで聞くとまたなんか、多分クリアに聞こえてない部分があって、うん。なんかそれがまたちょっと歌が下手に聞こえるから。出だしの部分。すごい恥ずかしかったね、こんなしてない。そうそう、うわ、なーにこれ。うわーって。そうなんです。でも、まあ、そう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 。で、今聞いてもらったのが、まあ、なんとかこの前回歌詞をこう添削していって、さらにそこからもっと削りました、実は。そうですね。ね。で、これも、今、はい、ユータパネルに書いていると思うので、また、はい、いろいろと解説していきたいんですが、はい。はい、今回ほら、この段階のデモの曲を聴かせるって時に、15年前のことちょっとふと思い出したのよ、はい、今日。
グリッピのそうそうグリッピグリッピユータがグリッピでそれこそ、はい、まだ全然グリッピとして世の中に出る前一番最初にこう、はいはい、なんかこう曲アレンジしてくださいって言って俺のところにこう来て、はい、アレンジしてできたよって言ってこう渡したらねまだ完成してないんですよ、はい、いわゆる CD にもなってないいわゆる今日みたいなこういうデモの感じの状態のものだったんだけど、はい、それを聞きながらもうとってもほら喜んでこういきなり押しに行ったっていう、はいはい、でその後じゃあいよいよ CD を出そうってなった時にあのちゃんと CD が完成するまでこの途中経過のデモを他の人に聞かせたらダメだよみたいなねことをこう話をしたのをなんかこうふと思い出したのよそうそうだからダメだよって言ったのそうそうだから本来はこうちゃんと完成するまでやっぱりね出来上がったら嬉しいからついつい他の人に聞いてきてできたよってこう聞かせたくなるんだけど一応完成するまで、はい、あの外に出すのは我慢してよっていう風にこう言ってたこう昔のことをちょっと今日ふと思い出したなっていうなるほど15年後それをネット上に公開してるっていうねうんそうあれほど途中経過のやつは出すなよって言ってた人がみんなっていう時代ですねでもほら、ね、今回はみんなのプロってことなのではい、はい、流していきました。見たかったものが見えてるかもしれないですね、もしかしたら ね。そうなんです、そうなんです。で、まあ今そういうね、あの話をしたところで言うとは申し訳ないんだけど、はい。残念なお知らせです。どうしたの？曲を流してる間に、視聴者数がどんどん少なくなっていきました。うん、なんでなんで何があったの何名になったの一体。曲流す前10名ぐらいの方見てくれてたんですけど、曲流してる間に一人ずつ減っていって、はい、今6名になってます。いいよ、大丈夫よ、6名いるから大丈夫。あ、そうか。よかった、俺。あ、なので2人だけだったらどうしようかなと。そう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 。うん。そうない、そうない。さあ、じゃあ、いよいよ本題入っていきましょうか。はい。早速。はい。早速本題入っていきましょう。はいはい、さあ、さあ、さあ。じゃあ、まず、さっきもね、曲流しながらちょっと見せて、表示していたんですが、歌詞が今どういう風になったのかっていうのを、ちょっとユータの方のパネルで見ていきましょう。はい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 。こんな感じです。ね、今ね、コメントと、ちょっと文字がかぶさっているので、少し、どっ側かな左側かなに寄せようかな逆だ。はい、逆側だ。そう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 。ちょっと寄せすぎたかなあ、OK! いいぐらいです、いいぐらいです。はい。で、その隙間から言うた顔出したらここにうん。ちょっと待ってよ。やってみるできてる？ちょうどいい、ああ、いい感じ、いい感じ。俺、できてるのこれ。できてる？あの、パネルに顔をこうギュッて近づける、こうギュッて近づけると、ああ、そう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 。で、これでカメラをちょっと下向けにすると、もうバッチリかな。何向け？下向けにカメラを。OK。そうするとね、綺麗に入るはず。ああ、そうそう、いい感じっすよ。いい感じです。はい。はい。さあ、じゃあ皆さん見ていきましょう。まず、出だし。君とのデートだから、はい、オープンカーでお出迎え、はい。程よい眩しさに思わず目を細める。綺麗にまとまってますね。まとまりましたね。これ、はい、いい感じ。これね、実は半分ぐらい削除したかな、あれから。先週ももともとのやつを半分ぐらいに削除したんですけど、そこからさらに半分ぐらいにまた削りました、これ。なので、スリムになってます、はい。なので、みんながこうパッと見た感じ、なんかこう情景が思い浮かべられるとか、こう意味が分かれば、ありなのかなと。逆に何のこと言ってるか分からないよ。っていうのだとちょっとまた修正が必要かなっていう、はいはいはい、そんな感じですが皆さん、大丈夫ですかね、情景とかっていうのが
ちょっとデートに行くワクワク感も感じられる。うん、そうだよね。まだ、ね、まだ、そうだね、はい、そうだね。はい。じゃあその次のところ、行きましょう。昨日の雨、嘘みたい。切れ間から天使のはしご、海が見えるレストラン、ずっと変わらないスープ。という、はい、まとまりました。はい。いいですね、これも。いいですね。うん、うん。はい。昨日の雨、嘘みたい。キーワードの天使のはしごとか、レストラン、スープ入ってますからね、ちゃんと。なので、これで、伝わってくれていれば OK です。で、もう本当にだいぶ削ったんですが、やっぱりみんなが出してくれたキーワードは、もう極力削らないように頑張りました。うん、はい。じゃあ、はい、もう一度ここまで、いわゆる A メロってやつですね。一番の A メロです、はい。ここの部分をそうです、ねはい、だけ聞いてみましょうか、もう一度。はい、はい。そうするとね、よりさっきよりかなんかちょっと分かりやすいかなと。思います。じゃあ曲ね、そうすると4人に減ったりして怖い、そんなこと言わんで大丈夫、増える、はい、じゃあまず1番の A メロだけ、流します。なので今の曲のが伝わるかどうかちょっと確認してください。はい、ここまでが A メロになります。はい。どうですか、どうですか。なんか伝わりました。大丈夫ですか。なんかここの歌詞おかしいんじゃないとか、こう変えた方がいいんじゃないっていうのがあればどんどんコメント書いてください。はい、お願いします。お願いします。あ、皆さん伝わりましたよとか大丈夫ですとかっていうコメントも来てます。オッケー。OK, OK. やった。じゃあ、もうどんどん進んでいきましょう。はい。ちょっと、この後一番の B メロ。これもね、結構ざっくり削っちゃいました。はい、そうですね。これなんてね、多分当初の4分の1ぐらいの量になってるんじゃないかなっていう。はい。はい、じゃあ見ていきましょう。けどなんだか君は不機嫌で沈黙の車内。笑顔のスイッチはどこにあるの？はい。どこだ、ホワイトボードで言うと。あった、真ん中だ。けどなんだか君は不機嫌で、沈黙の車内、笑顔のスイッチはどこにあるの？うん。はい。これもまた情景、皆さんどんなですか？伝わりますか？大丈夫ですか？情景がね、伝わっていたり、またここをこう変えた方がいいんじゃないっていうのがあれば、どんどん教えてください。これあれだよ、はい、車の中でこう喧嘩してる、はい、喧嘩っていうか、でもそうです、なんでか盛り上がらないっていうことだよね。はい。でもこれもだいぶすっきりしたけど、これもキーワードかなり残しましたね、みんなが。そうですね。うん、チャップして沈黙の車内と、まあ、笑顔とかね。はい。うん、じゃあこれも早速今もう一度 B メロを中心に聞いていきましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ流していきまーす。 B メロでーす。よいしょ。海が見えるレストラン、ずっと変わらないスープ、けどなんだか君は不機嫌で沈黙の車内、はい、ここまでが B メロになります。どんなですか、皆さん。あ、大丈夫です。OK ですって来てます。ありがとうございます。あ、そうなんだ。あ、よかった。ただ、ゆうたさん、恐れていたことが起きました。はい、はい、はい。視聴者数、減っちゃいましたよ。やっぱり曲をなかった。やばい。なんでかな、やっぱ、
トークしてる方がいいのかな。そんなことない。そうなのかな。すごいよ。いこれあの次サビだけど、サビ行ったらもう二人になるんじゃない、俺と山崎さんの。いやいや、サビ行ったらガーンって上がるよ、ガーンって。はい、行ってみよう。はい。というところまで。沈黙の車内がなんかあの難しかった。歌えてなかったね、今ね。で、この B メロなんだけど、今最後、笑顔のスイッチはどこにあるので終わって、この後サビに行くんですけど、やっぱね、はい、この後に、なんか3文字のキーワードやっぱ入れたいな。3文字。サビ前に？サビ前。今の B メロの最後。どこにあるので終わってるでしょ、B メロが。笑顔のスイッチはどこにあるのか、はい。この後。この後になんか3つのキーワード入れたいな。こう、サビに勢いがつくような。3文字？ 3 文字。だからとか。3文字もしくは4文字。なんだけど、そういう、あの、接続詞的なやつじゃない方がいいかな。いわゆる、なんだろう、だからとか、それでとか、なんかそういう言葉じゃない。ではなく。ではなく、なんかこう、サビに、こう、ガッていけそうな、何かもう一つの、こう、なんだろう、サブタイトル的なキーワードというか。ほら、この曲のタイトルって、シーサイドブルーっていうタイトルじゃないか。で、サビの出だしもシーサイドブルーっていうので始まるんだけど、はい、この前に何かね、こう、シーサイドブルーにつながるような3文字もしくは4文字ぐらいのキーワードがあるといいかなという、嬉しいなっていう感じですね。おぉ。そう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 。で、今その3文字から4文字の部分が今空白になっているんですね。で、そこの方に、そのキーワードが入ることによってサビに向けての勢い感っていうのがよりこう増していくかなっていうふうに思うので、そこの3文字なんか入れたいな。で、もう一回、サビの歌詞を見た後、B メロからサビにかけて流してみるので、流したときにまたみんな、はい、ちょっと考えてみてください。じゃあ早速サビの歌詞見ていきましょう。はい、サビの歌詞、こういう風になりました。サビの歌詞はですね、右側の今、ユータの囲まれてるやつかな。そうです。シーサイドブルー、波の散歩道、手をつなぎ歩きたいね。シーサイドブルー、切なる願いは、永遠の誓い、夏の虹。はい。はい。これもね、バッサリカットしました。で、一番最初、シーサイドブルーを4回繰り返すっていうふうに先週なってたんですけど、はい、メロディーに当てはめると ね、4回はね、やっぱりちょっと多かったので、半分の2回にしてみました。はい。ただ、それ以外のキーワードっていうのも、やっぱりみんなから出たキーワードをやっぱ極力残したいなっていうことで、そのキーワードの順番とかはね、結構入れ替えはしたんですね。前回に比べて。入れ替えしたんだけど、はい、なんとなく、こう、流れるようにね、やってみました。シーサイドブルー以外は全部、みんなからもらったキーワードじゃないですか。キーワードですね。そう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 、そう、はい。じゃあ、これを、もう一回 B メロからサビまでつなげて聞いてみます。はい、で、B メロの最後、さっきちょっと話したように、なんか3文字から4文字のキーワード何があるかっていうのをちょっと考えつつ聞いてみてください、うん、じゃあ B メロの少し前から流します。ずっと変わらないスープけどなんだか君は不機嫌で沈黙の車内笑顔のスイッチはどこにあるの。さあ、じゃあ今サビをこれ B メロからサビを届きました、はい、どんなですか、何か思いついた方いますか。でも難しいよね、正直ね、俺もなかなかこ
こまだ思いつかない。ここなんかこうベタに行くならなんか行こうよとか。あ、行こうよ、行こう、うん、行こうよが入ってその後のシーサイドブルーにつなげるってことね。そうですね、はい。行こう、あ、そうか、行こうよ、行こうよみたいな。歌うと母音の響きが歌いにくくない？いい、そうっす。いわゆる、こう、おう、おう、おうっていう母音が続くとなんかこう、歌いにくさってどんなかな？うん、ある。なんかあるよね、なんかね。うん。そうなんです。っていうふうに、実は、この歌詞決めるときって、じゃあその歌詞だけが良ければ OK とかっていうことでではなく、あのその言葉の響きね、今言った母音とかっていう響きもね、結構重要になってくるんですよ、これ。そうですね。はい。めくるくんも視聴してくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれなんですよ。めくるくん、あの芸人でですね、ほうほう。うちのアンチなんですけど、今東京で、はい、あの頑張っている芸人で、はい、タロット占いをメインにあのやってる芸人さんなんですよ。はいはい、タロット占い。あの カードあるじゃないですか。いろいろ絵が描かれたカード。はい、あれを、こう占いをするっていう芸人さん で、はいでね、結構当たるんですよ。ほうほうほう。そうなんです、そうなんです。なので、ぜひタロット占いで、3文字から4文字。B メロの最後に入る、そしてサビ前、サビの出だしのシーサイドブルーにつながる、3文字から4文字のキーワード、どういうキーワードがいいかっていうのをね、もしぜひタロット占いで占っていただけるのであれば。そんなの出るの、タロット占いですか？いや、わかんない。わかんない、わかんない。わかんないけど。いやいや、なんか、そういう力もあの借りて一曲作ってたら面白いな、とか。今ねこうちょっとパーッと思ったんですけど、まあね、もしあのぜひ取り組むのができるのであれば、あのコメント欄にぜひよろしくお願いします。すごい。ほらだってみんな言うじゃないですか、困った時の神頼みって。あ、コメント来ました。まあないですよって。出ないって。タロット占いでこういうのはあの出ないそうです、歌詞は。じゃあこの曲が売れるかどうかお願いします。このシーサイドブルーっていう曲が売れるかどうか。でもユダこれ怖くないな、これでさ、いや多分厳しいと思いますよっていうようなのが来たら、もうすぐホワイトボード捨てますよ、すぐ捨ててまさかのこのインスタライブ配信第3回で終了っていう曲完成。今いやいやそんなことない、そんなことないです。ちゃんとやりますよ、最後まで絶対。ちゃんとやります。いや、まあ、でも、この、いわゆる B メロからサビにかけていくところ、また2番の方にも出てくるので、この後2番もね、はい、同じように、ちょっとまたみんな引き続き一緒に考えていきましょう。はい。あ、でもみんなほら、占いでキーワード決める、笑いとか、試しにとか。お、来ましたよ。女子は占い好きだからね。はい。来ましたよ。嬉しいのが。売れますよ、っていうふうに来ました、はい。ありがとうございます。誰だろう。やった。ってことなので、皆さん、ぜひ曲完成させるまで、最終回しないです。ちゃんと最後に作ります。はい。切なる願いは永遠の誓い。誓い。頑張ります。頑張りましょう。じゃあ早速2番いきます、2番。